皆さんこんにちは。今回は購買についてお話しいたします。前回の文豪梅に引き続き梅の第4弾となります。一口に梅といってもその種類は何百種類もあり、前回ご紹介した文豪梅も正確には文豪系の梅の一種に過ぎません。今回取り上げる購買も紅千鳥、大阪月、鹿児島紅などその種類は様々ですけれども、紅梅全般に言えることは白梅に比べて樹勢が弱く成長がこじれる場合があるので、あまり思い切った剪定をすると枝が枯れ込む場合があります。今回ご紹介する現場ではエアコンの室外機の工事との絡みがあり、どうしても強く剪定せざるを得ませんでした。紅梅の剪定としてはこの程度が限界だと思って見ていただけると幸いです。樹勢が弱いというと木全体の成長が遅いというふうに思われるかもしれませんが、今申し上げたいのはそういう意味ではありません。言い方を変えれば樹勢が木全体に満ち満ちているということではないということです。腸が優勢ですから枝先の方はもちろん元気よく伸びます。しかし腸が以外の中枝に関してはそこまで樹勢を保持していないということです。ですので枝の先端の方の剪定だけを繰り返していると中の方の枝が機能しなくなってしまいます。要するに枯れてしまうのです。枝先だけを切って外側だけを茂らせていくような剪定を続けていると中の枝が枯れてしまいますので、樹勢が中枝の方にとどまっていられるような剪定を考えなければいけません。つまり中枝が生きているうちにそこまで切り戻して中枝をちゃんと作っておく、中枝が枯れてなくなってしまわないうちにそれをちゃんと生かしておくということが必要になるわけです。樹勢が弱いからこそ中枝の存続を考慮しなければなりません。それでは剪定してまいりますが、この部分などはお客様がご自分で切ったところのようです。飛び出た部分だけを無造作に切られていますので切り直していきます。徒長枝のような強い枝を中途半端に切るとまたそこから強い枝が出てかえって木が茂ってしまいますので、不要なものは付け根で切り取ります。この部分は交差枝ですから、このようなところで切らずに付け根で取り除きます。枯れ枝はいつの時も見つけ次第に取り除きます。これなども古い枯れ枝ですね。後で取り除きましょう。ここもお客様が中途半端に残した部分ですので切り直します。お気づきかと思いますが紅梅の切り口は赤いんですよ。花が咲いていなくても枝を切ってみれば紅梅か白梅か分かります。この辺りの手入れの仕方は紅梅でも白梅でもほぼ同じです。徒長枝を枝先だけ切り詰めるのか、下の方の小枝まで切り戻すのか、あるいは付け根から取り払うのか判断します。
この立ち上がった若い枝は、ここに枝を作っていこうかどうしようかと迷って残している枝です。もともとはこの右側にあるまっすぐ上に立った立ち枝と同じものです。もともと立ち枝から作り上げられている枝ですから、将来的に生き残れるかどうかは微妙ですが、今は暫定的にこの小枝などに切り戻して取っておくことにします。ただし将来ずっとこのまま枝になっていけるかどうかは可能性は低い枝です。使えないと判断したらあまり太くならないうちに取り除きます。勾配の場合は今までちゃんと生きていた枝が突然枯れ枝になってしまうことが多いので、このように暫定的に取っておく枝も必要になります。どの枝が枯れてしまうのか予測できないので、そこが勾配の難しいところかもしれません。この枝も将来の候補として暫定的に残している枝です。若くて勢いの強い枝を残しすぎると栄養がどんどんそちらに行ってしまい、かえって古い枝がダメになってしまうということもあるので、強い枝の勢いはコントロールしておかなければなりません。例えばこのような枝の場合も、この程度の切り戻しではちょっと消極的なので、もう少し下の方で切り戻して勢いを抑えます。今回は木全体を少し小ぶりにしなければならないので、樹勢を下の方に押し戻さなければなりません。そのためにこの太い部分を切って右側の枝に樹勢を持ってこようと思っています。本当はここにあるこの小さな枝あたりに小枝ができてくると良いと思っています。どうしてこの枝を取り除いたのかというと、この枝は若くて勢いがありすぎるので樹勢がどんどんこちらに流れてしまうからです。このような枝はどんなに詰めていてもおとなしくはなりません。あまり格好の良い枝として残すことができませんでしたけれども、樹勢を中に押し戻すという点では致し方ない作業かと思います。この枝もこの際思い切り切り戻しておく必要があるかもしれません。例えばここら辺の小枝まで切り戻せれば良いと思いますが、勾配の場合はこじれてしまわないかちょっと心配になります。もう少し上の方で逃げておこうかとも思いましたけれども、今回はこの家に迫った枝を大きく落とすことにしました。この辺の枝も家に迫ってしまっていますけれども、どうしたものでしょうか。後でもう一度考えることにします。
この枝は交差枝ですから枝先で処理せずに付け根で切り取ります。はい、どうも。さて、先ほど保留していた枝ですけれども、ここまで行きたいようですが、ちょっと強すぎますかね。今回はここら辺にしておきましょう。途中の枝が充実していなくて、まっすぐに伸びて枝先の方だけ茂っていますよね。樹勢が枝先の方にばかり行ってしまうと、こういう枝になります。こうなる前に中枝をちゃんと作っておかなければいけないということです。この辺りは木の中心部で、家からも少し離れていますから、先ほどの切り方よりも少し加減して、木があまり弱りすぎないようにします。とは言っても強すぎる枝は取り除きます。この枝も捨ておけませんね。右の古い枝と平行枝のように出ています。この場合はまだ右の枝が元気ですので、新しい枝を予備で作っておく必要はないので、元から取っておきます。これで今回の手入れは終わりにしておきます。普段より
今回は少し強めに切りましたので、ちょっと心配になって1ヶ月後に見に行きました。このところ日差しが強くなってきたので、少し葉っぱが焼けているようにも見えますが、まあ、全体的には大丈夫のようです。ご視聴ありがとうございました。